クラマヤシャマル。ヤシャマル水産。時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。日の本各地で悪化する貧富の差を憂う鞍馬やシャマルは、義賊カラス天狗として洛中を暗躍する日々を送っていた。とある折、今世の混迷の原因が邪悪なる力によるものだと気づき、災禍と邪気に苦しむ民を救うため、鞍馬やシャマルは人知れず旅立つのであった。いざ尋常に一本目勝負。いや、あおら。さあ、狩り渡し。捕まえた。もう終わり。さあ、狩り渡し。そっやっやっ。捕まえられる。逃げてみろ。さあ、狩り渡す。いや、勝者クラマヤシャマル。まだだ、立て。二本目勝負。さあ、狩り渡す。あおらす、あおらす。さあ、狩り渡す。勝者クラマヤシャマル。無情の風は時を選ばず。お前は強かった。だが俺も負けるわけにはいかない。カムイコタン。いざ尋常に一本目勝負。さあ、狩り渡す。あおらす、あおらす、あおらす。さあ、狩り渡す。さあ、狩り渡す。お願い、ママ母。さあ、さあ、
やしゃまる。まだだ。立て。二本目勝負。天狗風。逃げてみろ。来た。ありがとう。貴様の風捕らえたぞ。もう逃がさん。お願い。ママ。勝負あり。勝者クラマーやシャマル。俺の黒羽からは逃げられまい。何度やっても慣れないな。俺が俺じゃなくなるようで怖くなる。外流島牛の国。いざ尋常に一本目勝負。さあ借り渡す。いいぞ。さあ借り渡す。さあ借り渡す。終わらす。さあ借り渡す。終わらす。いいぞ。逃げてみろ。勝者クラマーやシャマル。まだだ。立て。二本目勝負。やしゃまる。無常の風は時を選ばず。暴力でかき集めた富には満足できたか。次はお前が搾取される番だ。熊の鼓動。いざ尋常に一本目勝負。終わらす。終わらす。さあ借り渡す。ほっ。さあ負けんに借り渡す。ほっ。終わらす。ディア。はっ。やあ。
園に。勝者クラマーやシャマル。まだだ、立て。2本目、勝負。カルマタ。ロッ、アワラス。トデュアー。はっ、こっちだ。アワラス。天狗風、逃げてみろ。バクイン。捕らえたぞ。とはっ、狩り渡す。やっ、勝負あり。勝者クラマーやシャマル。無常の風は時を選ばず。幕府の犬め、俺の前に現れたことを後悔しながら闇に沈んでいけ。ミネルヴァの間。いざ尋常に一本目、勝負。さあ、借り渡す。あわらす。はあ、捕らえた。あわらす。はっ、はっ、やあ、やあ、やしゃまる。まだだ、立て。二本目、勝負。浅い。はい。やっ。はい。さあ、借り渡す。はい。はい。貴様の風取り。よ。クラマーやシャマル。無常の風は時を選ばず。戦いに美しさなんて必要ない。大切なのは勝つこと、生き延びることだけだ。カムイコタン、下月。貴様の価値は万に一つもない。だがそれでも向かってくるのが真の男というものよな。クラマーやシャマル VS ワンフー。いざ尋常に一本目、勝負。なあ、さあ、借り渡す。なあ、
浅い。あわら。あわら。さあ、さりなさい。さあ、さりなさい。あわらす、あわらす、あわらす。完勝、勝者クラマヤシャマル。まだだ、立て。二本目、勝負。あわらす、あわらす。さあ、借り渡す。アワラス、さあ、さあ、借り渡す。貴様の風と、アワラス、アワラス。勝者クラマヤシャマル。無常の風は時を選ばず。俺が誰かの下につくことなんてない。他を当たるんだ。最初はわずかな影響でしかなかった。これが明らかに不自然と認識できたこと、その暗い怨念は最悪となり、日の本全土を急速に飲み込んでいった。外流島、羊の国。いざ尋常に一本目、勝負。あわらす、あわらす。さあ、借り渡す。さあ、借り渡す。あわらす。せい、せい、あわらす。勝者クラマヤシャマル。まだだ、立て。二本目、勝負。あわらす、あわらす。さあ、借り渡す。さあ、借り渡す。俺の風からは逃げられまい。勝負あり。勝者クラマヤシャマル。無常の風は時を選ばず。ただ強さを磨くために戦い続ける、そういう道もあるんだな。俺も。洛中三門前。
よりによって俺の前に現れるとは運がないな。貴様ら幕府に踏みにじられた者たちの怒り、その身に刻み込め、徳川義虎。そこまで言われちゃ男として黙ってるわけにはいかねえな。いいぜ、あんたの望み通り派手な喧嘩にしようや。カラスティング、クラマーやシャマルは、いざ尋常に一本目勝負。おれカリオタス、アオラス、カリオタス、カリオタス、クラマーやシャマル。まだだ、立て。二本目勝負。あっ、当たらん、当たらん、あっ、せい、さあ、カリオタス、こっちだ、こっちだ、さあ、カリオタス、やあ、やあ、さあ、カリオタス、天狗風、逃げてみろ。貴様の風捕らえたぞ。死ぬ、死ぬ、終わりだぜ。勝者クラマーやシャマル。無情の風は時を選ばず。ヨシトラ、弱者の苦しみを知らぬ貴様にこの国が救えるものか。なればいい。私はずっと、ずっと、あなたのお戻りを。いや、お戻る、なんで。戻る、どういうことだ。俺はお前のことなど知らないし、お前をこれ以上野放しにするつもりもない。その邪気も怨念も全て切らせてもらう。クラマーやシャマル VS 静か御前、いざ尋常に一本目勝負。やあ、あっ、せっ、さあ、あおらす、たき、あおらす、やったぞ、さあ、かりわたす、せっ、さあ、かりわたす、あっ、たった、いや、
ーヤシャマル。まだだ、立て。ヤシャマル、無常の風は時を選ばず。私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっ向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。邪気がもたらした災禍を払い、数日故郷の村へと戻った夜叉丸は久々に父の墓前へと赴く。4年前村を飢饉から救うために江戸へと旅立った父は、一揆の首謀者として処刑され、首だけとなって帰ってきた。なぜ父のような善人が踏みにじられねばならないのか。父の骸に涙を流したあの日、夜叉丸は幕府と戦うことを誓った。この道を選んだことに後悔などないはずだった。しかし静香御前が最後に残したつぶやきが夜叉丸の胸の内から消えないでいる。どうかその慈愛に満ちた心をいつまでも大切に。あの時消えゆく彼女の微笑みに父の面影が重なったような気がした。
踏みにじられる者たちの嘆きに応え、誰も罰せぬ悪人をその手で裁くため、義賊カラス天狗は闇を飛ぶ。行き着く先が地獄であろうと、その足を止めることは許されない。幕府との果てなき戦い、この修羅道を選んだのは他でもない夜叉丸自身なのだから。